こんにちは。今日の切り抜きニュースは、多分まあもうむしろ皆さんの多くの関心はやっぱり翼の党の選挙、まあ妨害という、これにあの国語という意味でも妨害と使いますが、確かに翼の党の言ってること、まあ、これが法律上の妨害といえば、もうそれこそ僕は名誉毀損に当たるかなと、まあ、この段階で警察が摘発していないということは、本当にあれ、捕まえれないんでしょうね。僕自身がちょうど1年前に経験して、告訴状を持っていっても受理されず、というか受理されなくて、まあ、YouTube で見ましたけど、ここをもうちょっと補強してくださいって補強して持っていっても、最終的には最高裁の検察の相当上の方で、これね、千葉さん、どうしてもこれもしやって裁判負けたら、あいつらの活動を助長することになるから負けるわけにいかないんですよって言うから、いや僕そんなことないと思いますよって言ったんだけど、まあ、そういう意味ではなく、もう要はね、政治的な活動に対して公職選挙違反で、まあ、起訴して、万が一負けたら、多分検察の威厳もヘチマもなくなるから、多分やらないんだろうなっていうのは、もう補強してくれって言われたら補強してるのにダメっていう感じだったん で、ただ一方で冷静に考えたときに、ここはもう少し冷静に皆さんが過去、民主主義ができた日本の過去をちょっと見ていったら、もう日米安保反対とかっていう時はヘルメットかぶったやつらがもう暴力、火炎瓶とかを投げてたわけですよね。でそれと比べたらもういたって平和な状態なんですよね、あれ。つまりまるで政治が争いではないかのように誤解してるような、その今の日本の平和ボケ状態である、平和のある意味証であるとも見れるんですよ。本当に国民がその翼の党の活動に怒ってるのであれば、翼の党を取り囲む人たちも出てくるんじゃないかなって、翼の党に対してカウンターパンチを当てていく、彼らの活動に対してまだ大きなマイクで攻撃していく人も出てもおかしくないのかな。僕はもう翼の党も大嫌いだし、黒川も大嫌いだし、インドと一緒のやつらと一緒に何かしようって気持ちは1ミリもないし、彼らに今犯罪の被害を受けているので、きちりとですね、いわゆる名誉毀損罪に関してはしっかりと、まあ、警察とも相談している最中なので、まあ、別件逮捕って言い方が正しいかどうかは別にしてもですね、黒川には別件で、ちゃんと法律上の罪を償ってほしい、まあ、その前に法律上の罰っていうのかなを確定させるために、私は警察としっかりと協力をしていこうとは思っています。翼の党は選挙妨害していると思います。次元の低い質問を繰り返すだけで目立ちたいだけだと思います。それではご視聴ありがとうございました。娘の立花久美と一緒に NHK をぶっ壊す、やってくれ